ひと夏越して大人の女になった変貌の美少女ディアドラの小宮山女子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。春からまあもう多く強いじゃないですから、はい、素質の変入を見せてましたけども、そうですね、やっぱりもともと小宮山さん自身も大きな期待をしてた馬なんですか。そうですね、いいものは持ってましたね。じゃあオークス4着では納得してないぐらいのレベルですか。まあでもよく頑張ったと、あの時点ではよく頑張った。ひと夏越して前走は強かったですね。そうですね、よう届きましたね、あれね。どうですか、成長した感じがありました。まあでも、ガラッと変わったっていう感じではないですね。まだ良くなってきてる最中かな。まだここからやっぱり強くなっていきそうな、春は結構ね、まあいくつかレースも数は使いましたけど、消耗どころかやっぱりどん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 強くなっていっている過程。そうですね、使いつつどんどん良くなっていくっていう、中山をこなした馬ですから少し愚問かもしれませんけれど、京都の内回り2000という条件はどうでしょう。まあ、特に問題はないと思いますけどね。あのね、どうしても小回りなんで、ちょっと、まあ、トリッキーであって、ごちゃごちゃっとするような流れがありますが、そうですね、でもまあ姉妹はしっかりした子なんで、馬群もひるまないですもんね。あ、全然大丈夫ですね。まあ、そういうところは非常に強みですよね。そうですね。さあ、前走前哨戦終わって秋華賞までのこの中間ですけど、どんな具合で。もうすこぶる順調です。すこぶる順調、はい、なおかつ馬は成長曲線にある。そうですね、まだいつの間にやらもしかして、まあ、有力人気というか、いろいろと評価を見てたら、もしかしたら一番人気にも近づくんちゃうかなって感じありますよね。人気とか全然気にならない。ならないです。ならないです。新聞見て、うわー、見ないです。あ、見ないんですか。ほとんど相手関係とかも気にしない。しない。あ、気にしない。俺はもうディアドラのことだけを考えてる。そう、ディアドラのことだけを考えてる。じゃあ小宮山女子からしても、今回はじゃあいい状態で出せると。そうですね、この子自体の状態としてはいいと思います。もう100の力を、まあ、能力を出せるところまではもうじゃあ持っていけるということですね。そうですね。それは小宮山さん的にその相手関係を除いたら自信があるというコメントとして受け取っていいんですよね。まあ、この子の動き自体に関してはですね、相手関係はどうかわかんないですけどね。まあでも G1 ですからね。そうですね。みんな強いですね。みんな強いから、はあ、ね。どういう、まあ、理想的なレースの流れっていうのはどういうところなんでしょう。まあ、やっぱり姉妹行かせる競馬が一番、いいかな。じゃあなるだけちょっと流れてほしい。そうですね、あの当日我々競馬ファンがディアドラの調子の良し悪しを見極めるにはどういうパドックの気配を、まあ普段ちょっとパドックはね、ちょっとテンション高めになるんで、落ち着きがどれだけあるかなっていうところでしょう。まあ、でもそれもそのレースに影響するほどのことではないです。もうすでにね、綺麗に髪の毛も編まれて、いや、これはあのちょっとほっとくとパイナップルになるんで。ほっとくとパイナップルになるんですか。こんなんなるってことですか。こうなるんですか。え、それ癖毛なの。ちょっと、いや、癖毛ではないんだけど、伸びてくるとちょっとなるんですよ。だからでも今直すのに直すのに大変やから、これでも、これをする時間も大変でしょ。いや、すぐすぐできますもん。10分ぐらいあれば終わります。そうよみたいに、そうすぐしてくれるのよ、コミちゃんはみたいになってますけど、これ当日はどんなヘアスタイルで。どうしましょう、坊主にしましょう。坊主はあかんのじゃないですか。馬びっくりするでしょ。たまにあのなんかモヒカみたいになりますもんね。あんまりこう女の子やから、そうね、思いっきりはやめた方がいいと思う。なんかこう G1 やから特別なこうなんか飾り付けしてあげようとか、そういうこと考えない。帰って乗るのにね、邪魔になったりするといけないんで、そういうこともある。上手な人がやるとね、いいんだろうけど、下手くそがやって邪魔になったらいけないんで。そうですね、あれこう罵走してる人みんな普通大体男の人がやってるけど、綺麗にやってる人もいますもんね。小宮山さんそういうタイプじゃない。そうですね、あんまりやったことがないから上手にできない。当日まさかパイナップルでは出てこないですよね。それもちょっと考えておきます。まあ、あのでもなんかなんとなくこう思うのは、馬装と
まあ、厩務員さん、調教助手さんがきっちりした服着てたら、なんか勝負かかってるなという感じで、僕らパトカーで勝手に見ますけどね。ああ、靴ピカピカやなとかね。ああ、どうさ、そんなあまり意識しないです。あまり意識してないです。でも今 G1 をみんな大体スーツ着て歩くんですね。うん、昔はなんかね、みんなバラバラでしたけど、俺は未勝利でもスーツで行くから、あ、そうなんですね。そんな、まあ、それは小宮山さんの腕やから、どの馬でもいつでも勝てるぐらいの気合があるんでしょ、やっぱり。いや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 、さあ、それでは、大舞台周華賞、抱負をお聞かせください。そうですね、この子の力を発揮できて、まあ、いい結果が出れば、一番いいかなと思います。わかりました。ありがとうございます。小宮山女子でした。ありがとうございました。